さて、グロムさんですよね君っていうぐらいな、表情が変わりました、新型の、グロムでございますけれども、まあまあ俺もですね、グロムで、レースをやってみたりとかですね、もうかの、原田哲也、さんとですね一緒にレースをやったりとかしましたけど、まあ、 素性のいいバイクだったです。で今現行でもですね、青木拓磨さんが、やってる、レンタル耐久連帯ね、レッツ連帯、あちらの方でも、使われているような車両ではございます。素性の良さもピカイチ、ぐらいな感じでございますけれども、それを今回はまた随分とポップな感じに仕上げてきましたね。素性の良さは変わらないところはあったんですけど、まあ、初め出た時もあちょっとトイバイクな感じかなと思った部分があったんです。ただ思った以上に本気だったので、おただのトイバイクじゃないなと思ってたんです。でやっぱりその何ですか、走りの良さっていうところにもうどん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 前に気持ちがいってたんですけど、またトイバイク感がまた戻ってきましたね。もうパッと見た瞬間にもう見たら分かる感じでしょ。こうこれね、いわゆる六角レンチですよ。でこう締め付けてあるんですけど、これね話によるとですね、本田さんの話によると着せ替えできるんじゃないかっていう話です。これ着せ替えできたら楽しいですよね。昔車両で着せ替えができるっていうパーツ、外装パーツを取り替えてあなただけの1台を作りましょうみたいな車両があったのはありました。他メーカーでもありましたし、なんですけどここまでポップなデザインでのっていうのはなかったんじゃないでしょうか。なんか本当にこうね、いわゆるこうネイキッドスポーツなイメージの、まあいわゆるミニのね、ミニネイキッドスポーツなイメージの、本格派グロムになったんですけど、ここにもうちょっと遊び心が増えたことによって、もっとこう身近に感じてくれる人たちが増えるんじゃないかなと思います。もうともすれば僕一番最初にパッと見た時に思ったのがレゴって思ったんですよ。これなんか組み立ててる感じがすごくするよね。今ここはツインリンクモテギなんですけど、ここはツインリンクモテギにあったファンファンラボっていうところで昔車を組み立てるみたいなやつがあったんですけど、それに近いようなイメージ、トイバイク感をうまくこう出してきたなっていう感じがします。でもトイバイクっぽい演出は欠けたとはいえ、中身はちゃんとグロムですんで、もう走りはバッチリじゃないですかね。この方、当然まだ乗れてないんで何とも言えませんけど、これもね面白いと思いますよ。しかも5速ミッションが入ったみたいです。いいっすよね。やっぱりね、トップスピードを伸びるのはありがたい。もうなんかこうレースをする段で、レースベースとして考えたとしても、これはかなり息のいい走りをするんじゃないでしょうか。流れる雲も花を追いかけて虫な